オパークの特別コースをこれから歩きます。と、家族で、温泉に入れたら楽しそうです。ですにゃん一生のレーダーミロでございます。ご参加をいただきまして誠にありがとうございました。今後北茨城はこのように町の活性化を担うべきですよ、そんなことを皆さん方にご指導いただければ非常に我々ありがたいと思っております。足を引っ掛けてあげます。腕上げられる範囲で上げます。あ、いいですね。少し大きな足踏みに変えていきます。上手に歩きやすくなりますね。じゃあ周りに利用して、初めての参加です。8名で来たんですけれども、あのノルディックは初めて、人生経験の中で初めて。あの地元でもアルコー会で歩いてるので、それほど大変だと思います。ただちょっとあのびっくりしたのは、茨城もこんなに震災がひどかったっていうのは分からない。